スーパーマリンシオッターは、イギリス海軍の水陸両用飛行艇。製造は、スーパーマリン社。スーパーマリンウォーラスの後継機として開発され1944年から運用が開始され、海上救難機や連絡機、哨戒機として1950年代まで使用された。イギリス海軍航空隊最後の副用機である。スーパーマリン社最後の副用飛行艇である。 シー・オッターは、スーパー・マリン・ウォーラスの後継となる、海上救難、連絡機の使用に従い開発された。すでに新型機は、単用機が当たり前となっていたが、基本的な機体配置は、ウォーラス同様複用型の飛行艇形式になった。しかし、エンジンの配置は、牽引式になり、機体の形状や構造も、再設計された。その結果、速度、航続距離、 水上での取り扱いにおいて大きな性能を向上が見られた。試作機は1938年9月に初飛行し、量産はサンダースロー社で行われたが、生産の遅れにより部隊配備されたのは1943年半ばになってしまった。それでも1944年11月に護衛空母に搭載されたのを皮切りに巡洋艦やインド洋方面に配備された。 配備時期が遅かったためウォーラスほどの活躍はできなかったが、1950年代まで連絡及び海上級南用に重宝された。生産は1946年7月まで続き、合計292機生産された。ありがとうございます。